はい、どうもこんにちは、ブラジリアンボブジョーの杉山ジョータロです。今日はですね、中野に来ております。今日はですね、サブカル班とグルメ班の2班に分かれて観光します。それでは行ってみましょう。ブロードウェイ、あっちでサンモールだ。ブロードウェイサンモールだよ、サンモールだよ。まず最初に行くのはですね、ボンジュールボンボンパン屋さんでございます。ここのパン屋さんはですね、パンオブザイヤー2015のメロンパン部門で金賞を取ってるんですね。表面はメイプル味のサクサクビスケット、中身はメイプルシロップが染み込んでひっとり。では食べていきたいと思います。はい、美味しそうですね。まずね、こちらが金賞を取ったというメロンパンでございます。お、これ外身がこのメープルのビスケットになっているやつですね。で、中にはシロップだけがたくさん入ってます。じゃあいただきます。うん、めっちゃ美味しいです。外身はカリカリの感じでビスケットになってるんですけど、中はもうとろとろメープルシロップが入ってて、この甘いもすごく甘くて美味しいです。どうよ、これ。カリカリだけど、中、うん、しっかりね、メープルシロップ入ってるんです。チョコチップメロンパンの300倍美味しいです。2番目の人気のカレーパン食べていきたいと思います。うわ、うまそうだな、お前マジで。すごい、中に卵入ってる。え、卵？卵入ってる、ゆで卵入ってる。そうなんだ、すげえ。このゆで卵もまたとろける感じでね、最高ですよ。うわ、いいな、ちょっと匂いめっちゃすんだけど。うわ、やば。一口ちょうだい。うまっ。めっちゃうめえじゃん。次はですね、さっきのメロンパンの中身が 1.5 倍になってるっていうやつを買ってみました。なんか週末限定らしいんですけど、食べてみたいと思います。おぉ、見た感じ全然違いますね。どんな感じ？なんかこんな感じ。ピントが合わないっていう。おー、全然違うし。うまくね。よく。バチコリうまい。バチコリとか、あ、めっちゃうまっ。なんかてかさ、これ服パンプキンだよね。これ種。あ、そうだね。ちょっと注いでる。さてさて、許可してないです。サンモールここで終わりなの？サンモールはここでおしまいです。おしまいです。では次のプリントを開いてください。プリントじゃねえよ。ブロードウェイ。次はですね、このパブブレというところに行きたいと思います。ここはですね、金太郎飴がね、有名なところなんですよ。じゃあ行ってみたいと思います。これ今何作ってるところなんですか？今日はね、クリスマスの限定の絵柄ですね。おお。で、サンタかな、色的にさ。まあ、これでね、今日の絵柄のパーツが全部通ってます。あ、そうなんですね。そうなんです。ここから少しずつ組み上げます。それぞれのパーツをね、黒い飴で縁取りをしていきます。これどんくらい熱いんですか？これね、80度くらいあります。あ、そうなんですか。80度で、それに耐えられるような、その手袋なんですか？そうですね、手袋。へー。このね、飴もテーブルも80度くらいあるので、熱いんですね。乗せていくんです。おお。どんどん組み上げて。これで絵柄完成です。これ。この4つを周りに貼っていくんですね。そうです、周りにくっつけて丸くします。さあ、ここから一気に見上げていきます。おお。一気にめっちゃでかくなったね。でっか。さあ、こうやって中に殻が。殻がそうなんですか。なんかハサミで飴の中の余分な空気を抜いていきます。そう、丈夫な割れづらいキャンディーに仕上がります。
かかってね、パリパリ。さあ、巻いて完成。よいしょ。さあ、これでぴったり完成です。ぴったりだ、すごい。待たせました。次はね、この大きな飴をそーっと伸ばす作業。まず飴の端っこにくびれつけます。くびれ。伸ばしやすいです。くびれがついたら、ここ持ち上げてもらってさあ、うまい。はい、こちらもどうです。おぉ、すげえ。さあ、中には可愛いから。みかんも端っこでなかった。おぉ、おお、かわいい。はい、かわいい。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 100本すごいですね。さあ、目覚めてくださ、はい。おぉ、すげえ。さあ、お待たせしました。さあ、あったかいのね。おぉ、すげえ。今日はサンタの、あー、帽子だ、すごい、かわいい。ちょっとあったかい、まだちょっとまだほんのりあったかいです。まだあんな残ってる。 100m これでもう終わり。はい、すげー、すごい量だね、これ、ね、甘くて美味しいね。甘いよ、これ。15キロのやつが100本ぐらいになって、うん、それが8000粒になってる。コアラのマーチ焼きっていうのが売ってるんです。これをね、食べていこうと思います。コアラのマーチカスタード、ありがとうございます。これもやる。カスタードいいよ。いただきます。うん、めっちゃふわふわしてる。うまい。あ、うまい。美味しい。作ってるね。うまい。なんか飴を食べた後にカスタードってなかなかいいもん。出てくるよ、出てくるよ。おーこれで完成です。はい、次はですね、こちらの中華そば青葉トンテンというところに来ました。よし、中華そば、いやめっちゃうまそうだね。絶対うまいやつじゃん、ね、絶対うまいやつじゃん。もう前やつ、うまくないわけないやん。いただきます。すごい、麺がもちもちしてて、ね、下に味が絡んでてすごくいいです。なんだろうこれ、何の味かな。なんか出汁が全然違うね。すごい美味しい。はい、というわけで中野駅に戻ってきました。
しました。はい、いや今日はね、いろんなものが食べれて本当にね、美味しかったですね。お腹いっぱいですよね。お腹いっぱい、お腹いっぱい、胃がもちゃれてこれで今日の動画はおしまいになります。チャンネル登録と、あと高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ツイッターなどもやっているので、フォローお願いします。また次の動画も見てくださいね。